どうも、くまたでございます。今回も声優ニュースをご紹介するであります。紹介する声優さんの宣伝、ツイッター、その他説明欄よりご覧ください。さて、今回紹介するのはこちらのニュースでやんす。それじゃあ行くでありんす。さて、本土楓さんなんですが、なんと去年の年末、歯の矯正をするために親知らず4本を抜いたそうな。なかなか腫れたご様子。4本ってすごいよね。一度にやったのだろうか。自分も過去2回親知らず抜いたけど、しばらく出血が続いて苦労したっけ。ところで斉藤壮馬さんも歯科矯正を予定していて親知らず抜くんだそうな。松岡義嗣さん、やっちゃったよね。こりゃギルティーだよ。こんなことがありました。去年の年末のこと、とある収録で水瀬いのりさんと一緒になった松岡さん、休憩時間スタジオロビーにて水瀬さんにこう話しかけます。髪伸びましたねと。さすが松岡さん、女性への気遣いができる男。でもね、水瀬さんこう思いました。あれ、特番収録やったけどな。そう、実は数日前にアニメ男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかの特番を一緒に撮っていて対面してます。気づくならその時ではないかと言わんばかりのプレッシャーがそこに。松岡さん、あ、でもあの時髪まとめられてたのでと必死に言い訳をします。水瀬さん、特番収録時の写真を見返します。ストレートだな。残念でした。監督さんが言います。興味ないんだよ、見てないんだよと。あ、そうっすよね、私なんて。さらに追い詰める水瀬さん。松岡さん、時間だと言って去っていったそうです。花澤香菜さん、そして小野賢章さん、言わずと知れた仲良し夫婦なんですが、はぁ、これ大丈夫なのかな。正月早々こんなことが。正月夫婦で旅行に行ったそうな。宿泊したホテルは過去にも訪れた場所で、ホテルのスタッフからいつもありがとうございますとお礼の品を受け取ったそうです。すると賢章さん、香菜さんに向かって、ねえねえ、他の人たちもらってないのにすごいよと可愛く言ってきたそうな。微笑ましくも何気ない一場面なんですが、ここで香菜さん、賢章さんにこう言ったそうです。何それ、ちょっと小物感出してるよと。賢章さん、かなりショックだったらしく、そういうことをさ、ふざけても言わない方がいいと思うよと言い返したそうな。切れてないですよ。おっと、雲行きが怪しくなってまいりました。かなさん、嫌味で言ったわけではなく、実は最近見たバラエティ番組でとある芸人が小物顔といじられるシーンが記憶に残っており、それが面白くてつい言ってしまったそうな。かなさん、すぐさま、ごめんごめん、何の意味もなかったんだけど本当にごめんと謝罪します。とりあえず一件落着したわけですが、その後賢章さん断るごとに、いやー、いいとこだったよね、あーでもまあ小物だからこういう感想になっちゃうのかな、なんて言ってきたそうな。もうめっちゃ根に持ってるじゃねえかという、なんとも可愛らしい事件でした。ごちそうさまです。さて、新年から声優さんたちのドラマ出演が続々と発表されてますね。いや、喜ばしい限り。ヒャッハー。まず梶裕貴さん、1月8日夜9時スタートの TBS 日曜劇場ゲットレディ第1話に出演されてました。30代中小企業の社長役です。顔の表情とかすごく良かった。もう立ち姿が素敵。お次、木村昴さんは1月8日から放送の大河ドラマどうする家康に渡辺守綱役で出演。守綱は徳川家臣の一人、槍が得意で槍半蔵とも呼ばれています。次、宮野守さん、1月9日放送開始、フジテレビ月9ドラマ「テミスの教室リーガル青春白書」に出演。東京地検公判部所属の検察官横溝太一役です。そして津田健次郎さん、1月11日放送開始、日テレ系ドラマ「リバーサルオーケストラ」に出演。ポンコツオーケストラ小玉交響楽団を立て直そうと奮闘する主人公たちの姿が描かれる中、津田さんはその活動を邪魔する市議会議員本宮雄一を演じます。津田さん、1月13日公開の映画「一系のカラス」にも出演されます。田中みな実さんとの夫婦役。そうだ、以前上げた動画でも紹介しましたが、雨宮そらさんも1月18日放送開始のフジテレビ系ドラマスタンドアップスタートにレギュラー出演します。ということで、声優さんがバンバンドラマ出演する2023年はまさにヒャハーな年になるでしょう。浪川大輔ファンに朗報。浪川さんの冠トーク番組「浪川んちに集合な」がテレビ放送決定。もちろん配信もあります。浪川さんちにさまざまなゲストが集まります。第1回から2回は下野紘さん、第3回から4回は津田健次郎さん、ナレーションは杉山紀明さんだって豪華すぎでしょう。普段なかなか聞けない舞台裏トークや仕事、趣味、プライベートに関する話をじっくり掘り下げてお届け。ということで、浪川さんのプライベートが気になる方、絶対見よう。1月11日より毎週水曜23時から BS 日テレ、1月12日より毎週木曜24時半から東京 MX、 他配信もあります。
1月21日、22日に埼玉スーパーアリーナにて開催の7水木ライブヒーローズ2023ライブチケットは1月7日より一般販売開始、また1月13日まで水木奈々さんの全ミュージッククリップがアーカイブ公開されます。ところで奈々様こそこそ噂話、ミュージッククリップエターナルブレイズは廃墟での撮影だったんですけど、ラストサビでは奈々様のオスカートの中になんと巨大な蛾が侵入していたらしい。まったく前世でどれだけ徳を積めばそのような蛾に転生できるのか、あらいけない、危うくおキモい発言をするところでした。詳しくは動画説明欄よりどうぞ。さて、例の一件以来表舞台から姿を消した桜井孝宏さんですが、2月12日20時放送のトリコ原作15周年記念特番にココ役として出演することが分かりました。ただ復帰に関してはお帰りなさいという声から、復帰早すぎじゃねという疑問の声まで様々。この出演を皮切りに正式に復帰されるということか、この特番いろんな意味で注目されるでしょう。中村雄一さん、マフィア梶田さんが出演する YouTube チャンネルわしゃがな TV、 1月5日に放送されたわしゃがな TV おまけ動画その284、カレーとフードファイター中村雄一マフィア梶田にて、中村さんのとある発言が原因で後々謝罪することに。それは漫画南国少年パプワくんの作者柴田亜美さんに対する誤情報を発信してしまったというもの。簡単な経緯を説明しましょう。動画内でマフィア梶田さんがこんな発言をします。やりたい企画で部活をやっている男子学生を集めて好きなだけ飯を食わせるっていう、自分たちができなくなってるからどれだけ入るのかをずっと近くで見ていたいと。すると中村さん、誰だっけ、柴田亜美さんがそんなことしてたよねと切り出します。柴田亜美さんが若手のプロレスラーが好きで、しょっちゅう家に10人とか、若手だからお金がないからすごく食うらしくて、それを食ってるのを見ながらワインをずっと飲んでいる、やってた気がする確かと。まあ視聴者からするとへえそうなんだってなると思うんだけど、なんと柴田亜美さんご本人から番組宛に事実と異なる部分があるとの指摘があったんですよ。で、当該動画の説明欄に2023年1月7日追記、柴田亜美様ご本人から7分29秒から8分5秒のエピソードは事実と異なる部分があるというご指摘、および多くの方々の手が入っている動画はそのままにしておいてくださいとのお言葉をいただきました。柴田亜美様の寛大なご配慮に心より感謝申し上げます、またご心配をおかけした関係者様視聴者様に心よりお詫び申し上げますとコメントを追記。事実と違うという点が具体的にどこを指しているのか気になるけど、まあ今回は丸く収まったということでしょう。1月6日、原田ひとみさん、ポーカーの全国大会であるジャパンオープンポーカーツアーに参加。ポーカーは始めたばかりだそうで、大きな大会に出場したのは今回が初。それがまさかの303人中12位という好成績を上げています。対戦者から、豪運のお姉さんと呼ばれたらしい。いや、もしかするとこれは2週目で、未来に起こる出来事を知って。八代拓さん、1月6日に30歳の誕生日を迎えられました、おめでとう。そして30歳を記念して写真集が発売されることが決定。発売日は3月17日、テーマは君と旅行に、で石垣島竹富島で撮影された八代さんの素の表情がたくさん詰まった写真集。3月19日4月2日には発売記念イベントの開催が決定。誕生日を祝福するという意味でもこれは見逃せない。声優さんからもお祝いリプがたくさん届いてます。千葉翔也さん、30歳でも写真集を出してくれて本当にありがとうございます。お金貯めて待ってます。グラコロ食べてもらえなかったからサムライマック食べよう。おめでとうございます。小山剛さん、タクおめでとう。しばらく会えてないから焼肉でも連れてってやりてえな。なんならシューゴやユーマらもまとめて連れてやりてえ。杉田智和さん、普通に買うね。イベントも行けたら行くよ。岡本信彦さん、おめでとう。またバドミントンしようね。小林千明さん、おめでとうございます。30冊買う。千明ありがとう。絶対だぞ。すいません嘘です。何このやりとり、見せつけちゃって。まあ最近よく思うんだ、声優さん同士のリプの応酬見ているだけでニヤニヤしてる俺ってキモいって。写真集の詳細は説明欄を見てね。1月6日、古谷徹さんがこんなツイート。昨日、呼吸器科を受診して、吸入薬を処方してもらった。咳喘息になっちゃったらしい。いつも通り入眠剤飲んで寝たら、吸入薬が効いたようで、久しぶりに朝まで起きずに眠れた。当分仕事以外はおとなしくしていよう。ということで、咳喘息ってすごく苦しいから、心配です。咳で夜中に目覚めてしまうということもあるので、睡眠不足やストレスの原因になるかと、早く回復されることを願います。1月7日、立花慎之介さん、めっちゃ可愛いツイートしてました。先日、姫とアイススケートに行ったんですが、その帰り、突然、パパハマった、助けて、と言われたので、速攻に靴でもハマったかな、って思って近づいたら、本人がハマってました。可愛すぎんだろうが、立花さんこういう癒しツイートよくしてくれるので、見逃せないっすわ。
徳井そらさんですが、発熱のため1月7日放送予定だったアニメハック TV が延期となりました。ゲストは石原香織さんです。このご時世の発熱ということでかなり心配だったんですけど、翌日1月8日にはこの度弊社所属徳井そらに発熱の症状が見られたため新型コロナウイルス感染症の検査を受けたところ陽性の判定を受けましたとの発表が。いや本当に心配ですよ。無事に帰ってきてください。小松美香子さんがパーソナリティを務めるラジオ番組小松美香子のサンデーシェアナイトですが、1月7日放送回以降しばらくお休みされるとのこと。といってもご病気などではなく、小松さん曰くいろんなタイミングになってまいりましてめでたい感じでとのこと。つまりはご出産も間近でしょうか。2020年5月12日に声優前野智明さんとのご結婚を発表、そして2022年8月17日には第一子妊娠を報告されてました。ちなみにラジオの方は次回から上坂すみれさんが担当します。1月9日、伊沢しおりさん、恐ろしい事態に。寝てる間に鼻血出したらしくて、朝起きたら顔と枕が血まみれだった。ホラーです。気づかなかった自分にびっくりだよ。怖すぎなのでは？大丈夫？考えられる原因は3つ。寝ている間に指突っ込んでほじったか、ヴァンパイアに襲われたか、それ以外の何かか。とにかくお大事に。そういや小林優さんの曲に鼻血ってあったよな。久しぶりに聞いてみるか。